どうも平成ヒッピーです。今日はスペルブレイクの運営さんにお願いしたい、伝えたいことを3つを動画にしました。スペルブレイクをプレイしてる方々には共感してもらえるんじゃないかな。ねえ、なんでこんなことを動画にしたかっていうと、このままだと近いうちにユーザーがどんどんスペルブレイクから離れていってしまいそうだからです。っていうか、まあ実際だいぶボットとか増えてきてて、っていうのを最近感じます。お願いしたいこと1つ目、ハンマーバッジのような要素。スペルブレイクプレイしててすごい楽しいし、個人的にはエイペックスよりも断然キル取れるし、優勝もできるしっていうので、まあ、満足はしてるんです。ただプレイするモチベーションがなくなりがちなんだよね。いくらダメージを出してもキル数が多くてもその試合限りというか、エイペックスを比較に出すけど、エイペックスはプレイしてる多くの人はまずチャンピオン目指して、でその次は2000ダメージハンマー、その次は2500ダメージハンマーでやってるうちに、あ、3000ダメージハンマーが取れたとか、4000ハンマーなんて、なんか無理そうだな、難しいよな、でもいつか取れたらいいなみたいな、どんどん目標が出てくると思うんだよね。でその目標を示してくれるものがスペルブレイクにも欲しいんだよね。せめて試合中に出てくる3ダウン、あの3人ダウンさせたとか、キルしたかなとか、渇望10キルしたとかが各クラスの戦績画面で見れるとか、なんかまあせめてね、そういうのでもいいから何かしらあったらいいな。でもしくはまあそういうのを達成したら、なんかアイコンだったりスキンだったりがもらえるとかで、あとはついでに試合終了時に味方のダメージも表示されるようにしてほしいな。でたくさんダメージ与えられた試合ではね、ドヤーってしたいし、味方がどれぐらい活躍してたのかとかね、そういうのも知りたいし、中級者の人には目標を、で上級者には自己顕示欲を満たすようなものを用意してくれないと、プレイヤーが減っていくんじゃないかなと思ってます。2つ目、課金要素の充実。でサービス開始した時よりはね、だいぶスキンとかも増えてきたけど、やっぱ購入できるね、なんか魅力的なアイテムが少ないなっていう気がします。であとは氷とか毒とかさ、そのクラスごとにスキンがあるわけじゃなくて、1個スキン持ってたらもうどのクラスでも使えるから、あんまりこうスキンをねたくさん揃えようっていう気にならないし、でまあもちろん1つのスキンで十分こう遊べるっていうのはプレイヤーからしたらいいことでもあるんだけど、なんでこんなことを言うかっていうと、やっぱ基本無料ゲームだから、プレイヤーが課金したくなる要素がないと運営が儲からないよね。でそして運営にお金が入ってこないとサービスが継続できなくて、ゲーム自体が終わっちゃう。無料で十分に楽しめるのは素晴らしいことだし大歓迎なんだけど、もう少しこう課金したいなって思わせるスキンだったり、シーズンパス、バトルパスみたいな、そういう要素だったりして、運営にお金が落ちてくるようにして、サービスがちゃんと続くようにしてほしいです。3つ目、この穴いらなくない？まあ3つ目は置いといて、まあいらないけど、穴絶対いらないと思うけど、せめて穴落ちた時、あのスクワットとかだったら味方に蘇生してもらえるようにはしてほしいよね。なんだ即死って、まあ、まとめるとこう遊ぶモチベーションが続くようなね要素を入れてほしいな。ゲーム自体はすごい楽しいんだけど、なんかこうモチベーションがね下がってきてるな。これからも続いてほしいんで、プレイヤーのモチベーションが続くようなハンマーバッジみたいなね要素と、あとはちゃんと運営が儲かる、まあ何か魅力的な課金コンテンツをつけて、これからもサービスが続くようにしてほしいです。チャンネル登録よろしくにゃん。